続いては文化芸能部。マイケル・ジャクソンの幻のチケットに世界中で大行列です。今日からマイケル・ジャクソンさんの映画の前売り券が発売され、多くのファンが行列を作りました。キング・オブ・ポップ。マイケル・ジャクソンさんが亡くなる直前まで行っていたロンドン公演のリハーサルとその舞台裏を収めたドキュメンタリー映画 This is it。 来月28日に全世界同時公開されるこの映画の前売り鑑賞券を求めて朝から長い行列が。今日すぐ見たい、もうこれチケットなんで今日じゃないのっていう、楽しみにしてらっしゃる。そうです、はい。DVD が出るまでちょっとね一番になっちゃう。舞台裏が見れるじゃないですか。普通我々見れないですもんね、そういうのね。だからそういうところが見れるっていうのは結構また別の驚きがあるじゃないですか。大行列は日本だけではありません。世界で最も早く映画が公開されるアメリカ・ロサンゼルスでも。チケット販売開始15分前になりました。売り場の前に並んでいる人はすでに500人を超えています。先着500人にはマイケルさんのイラストを付録にした特別チケットが配られることもあり、3日前から並ぶ人も。そしてプレミアチケットを手にした第1号はこちらの少年。I'm happy, I'm excited, it was worth it. I would have stayed here a week if I had to. Yes, it was worth it. 日本の前入り鑑賞券にも特典が。限定300人に特別ポスターが配られ、さらにポスターに当たりと書いてあると先行上映会のチケットも。その当たりはたった一つ。いや、300もあるうちの一つでしょそりゃないでしょもう何着ていこうかな、ヒルズにみたいな。もう当たったつもりで。そう、もうなんかインタビューもなんて答えようみたいなポスターを手にするや否や皆さん当たりの文字を探しますが、ないわ、ないないないよ。300分の1を制し、見事当たりをゲットしたのはこちらの女子大生。びっくりしました当然これはお目当てだったというか、はい、狙ってました。今の喜びをマイケル・ジャクソン風に表現するとどんな感じですか。